ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ裏より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ボンドカーズのボンドカーズツッキーでございます、はい、で今回は裏店のショールームからお届けってことで、はいはい、開店前のそうですね早朝にお届けしております、はい、誰もいない早朝からお届けします、はい、時間外手当出るのかっていう話ですけど、はい、はい、そして今回ご紹介するのはこちら、はい、アストンマーチン DB11V8 のモデルですね、はい、V8 のモデル、はい、DB11 V12 のモデルと V8 のモデルと、はい、でこちら V8 のモデルになります、はい、2017年式のモデルですね、はいはい、じゃあ早速ちょっと前回りからご紹介いただいてもよろしいでしょうか。う、ね、はい、これ V12 と V8 でなんかこう前回りとかで違ったりするんですか。大きな違いはない。なんかボンネットがちょっと違うぐらい、形状はちょっと違うのと、はいはい、内外装大きな違いはそれほどない、ね、あ、そうなんですね、はい、なんかボンネットダクトが V12 だとちょっと増えてて、そうそうそう、うん、この辺にちょっと棒がついててみたいな。そうですね、そのぐらいの違いであんまり大きな違いはないと、うん、はい、でもアストンマーチンのこの顔してますよね、この特徴的な、ね、もう伝統的なこうなんつうんですかね、クラムシェルって言われてるやつですね、はいはい、そしてなんかもう車外化っていうぐらいこの出っ張ってるこのバンパーの下側の形状と、はい、ものすごくレーシーな感じですけど、最近のこうアストンマーチンのこうセオリーにのっとったデザインっていう、はい、あ、なるほど、それがこうちょっと最近にブラッシュアップされてる感じでかっこいいですよね。で色もこれすごいですね、これ、はい、これ色何色って言うんですか、これ。これ何色って言うんですか。この辺出してて。じゃあインサート入れておきましょう。はい、もう色も多分いろんな色はありますから、ね、はい。普通こういう車あの色は車屋さん選ばないですけどね。うちあの変態なスタッフが多いので。そうですね。はい。はい、いやこれだって言って、はい。変わった色とか希少色とかうち多いです、ね。そうですそうです。はい、これだって言って仕入れた車ですね。なるほど。はい、あ、そういえばあとなんか V12 だとライトもちょっと違うんですよね。あ、そうですね。はい。で V8 だともう真っ黒黒でかなり締まった感じの。うん、はい。こんなフロントフェイスになってます。そしてじゃあ横に回っていくと、はい、まさかの車外ホイール、はいはい、BC フォージド2ピースが装着されてます。そうですね、まあ、ノーマル純正で仕入れた車をうちで、はい、あ、そうなんですね、カスタムした、じゃあ新品カスタムで、新品カスタムです。タイヤもホイールも、そうですね、はい、はい、すごい。で色もこう合わせてちょっとブラッシュドのスモークがかったやつにしてるわけですね。そうですね、なるほど、はめてみたらハマったなっていう、はい、いやめちゃくちゃかっこいいですよ、はい、これ、はい、自分たちで言うとこう自画自賛になっちゃう。そうですね、はい、めちゃくちゃかっこいいです。いや、かなりいいと思いますね。そしてブレーキもこれ、はい、アストンこれ標準ですごいのついてるんですね。そうですね、2ピースで6ポットですかね、はい、はい、でキャリパーにもちゃんとアストンマーチンのロゴが入ってて、はい、すごい足元です、はい、これ車高はノーマルなんですか。車高はノーマルですね。あ、そうなんですか、はい、意外にこうなんか腰高感ないですね。手を加えていませんので、はい、もし、まあ、もうちょっと下げたいなという方は、あ、ローダウンできるんですか、アストンも。H&R のバネなのかな。あ、そうなんですね。ありますよね。なるほど、うん、じゃあもっと気持ちちょっと下げてあげるのもローフォルムにすることもできると、はい、まあ、このままでも十分かっこいいですよね。なるほど、なるほど、はい、そして横に回っていくとミラー、これすごいですね、やっぱりシュイーンっていう。そうですね、最初なんだっけ、バンテージか、はい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 、かなんかでこう、このウエストのこのトリムからピッて出てる、はいはい、ミラーを見たとき、うわっと思う。めちゃめちゃレーシーですよね。うわ、かっこいいと思ったのを覚えてますね、はい、すごいですね、はい、そしてこんなところにカメラがついてるんですね。そうですね、はい、やっぱりこれだけこうグラマラスなボディなんで、スポーツカーブランドといってもこういうところの安全性はやっぱり確保してっていうところなんでしょうね、はい、なるほど。この辺ももう昔ながらの、あ、なるほど、アストンっぽい特徴的なところも残しつつ、はいはい、ドアまでこう入ってくっていうのがお金かかってる感じがしますね。あ、確かに、はい、でこうよく見ると、はい、こうなんていうんですかね、ドアパネルとかがもう下に向かってグッと R が、はい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 、すごいですよ、グッと入って、はい、リアフェンダーの盛り上がりがさらにグッと強調されてる感じの、はい、グッて出てますからね、はい、この辺なかなか。そしてフロントのこのリップスポイラー的なのとつながる感じで、ずっとつながりながらサイドスカートもちょっと特徴的なデザインになってますよ、ね、ぐってピュッて出す感じ、はい、だって前側なんか入っちゃってますよ、はい、すごいすごいっすね。ちょっと他の車にない造形ですよね、うん、細かく見ていくと本当に。そしてリアはこれあれですかね、サイズ違いで、はい、同じ22インチですけどちょっと太くて、そうですね、コンケーブがちょっときついのが入ってますね、はい、これリアもすごいっすね、このフェンダーとのつながりから。いや、かっこいいですよ、かなりかっこいいですよ、かなりかっこいいですよね、はい、だからそうやって細かいとこ見ていくと造形すごいですよね、ちゃんと帳尻合わせてデザインが成り立ってるっていうのが、はい、いや、本当すごい車です、はいはい、そしてリア周りも
ちょっとこうアストン伝統なこの2段の、うん、はい、テールランプなんですけどちょっとこの辺が変わってたりだとか、はい、これなんか出てくるんですか。ここは出てくるんじゃないですか。あ、出てくる、出てくるいますよね、はい、これちょびっと出てくるんですね、はい、なるほど、そして下これ全部本当につながるようにデザインされてて、うん、はい、で気づいたんですけどこう素地のパーツがないんですね、うん、みんな塗ってあるんですね、これちゃんと塗ってある感じで、でマフラーはこんなバンパーの真ん中から飛び出す感じで、はい、あ、これテールエンドはこれちょっとこの ダミーというか中に別にあるんですね。そうですね、ただちゃんと太めのマフラーが出てますからね。中には覗き込んでみるとしょぼいマフラーが なるほどありますからね、うん、いやこれはちゃんと中のマフラーもしっかりしてますね。このリアガラスから見えるこのなんていうんですかこれ、リアのこのトレイト的な、そうですね、これもちゃんとステッチが入ってレザーでちゃんとレザーで、はい、でこう黒い部分はアルカンタラで、すごい、このおしゃれな内装から内装が外から見えるってのもいいですよね。かっこいいですね。すごいです。いやかっこいい。いやかっこいいですよ。僕東京店でバンテージだっけ、バンテージじゃない、東京店でバンテージ1回見させてもらったんですよ、うん、いやもうそれからもうめちゃくちゃファンになりましょう、はい、すごい。で今のはあれですよね、この後ちょっとエンジンルームなんか見ますけど、なんかメルセデスのエンジンが積んじゃって、そうですね、 AMG 製の V8 のエンジンをマーチンがこうデチューンしたようなエンジンですね、はい、だから信頼性もすごく上がってるし、はい、でまたあの通常の MG とは違う音色を奏でちゃってるっていう、パワーも若干変わって、まあ、アストンマーチンなりの味付けになってる、ね、ああなるほどなるほど、はい、外観こんな感じでしょうか。そうですね、はい、いやかっこいい、かっこいいよね、よく買ってきましたねこの色を。いやかっこいいですよ本当に。いや白とか黒とか定番ですけど、うん、はい、あえてこの なんていうんですか緑色というかですね、はい、まあ、ちらっと見えてるこっちのバンキッシュは黒ですけどね、はい、ああ、はい、そうですね。ちょっと中も見てみたいと思います。はい、開けていいですか。どうぞ。はい、うわ、これ DB11 もやっぱり例に漏れずちょっとこう上に上がるんですよ、斜め上にこう上がっていく、はい、なるほど、マストンマーチにで、ガラスはちゃんとやっぱり合わせガラスの、はい、そしてドアも全部これ貼ってあるんですね。すごい、ブラウンのレザーとちょっと何ですか、紫がかったレザーと、ね、はい、であとドライカーボンのパネルとマットシルバーな、サテンシルバーな、はい、ちょっと乗ってみていいですか。すごい、うわこれめっちゃ太いですね、このサイドシルが、はい、厚めでスポーツ感が出ますよね。うわ、いや結構ゆったりです、うん、はい、まあそうは言ってもこう GT ですからね。はい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 、はい、そうですね、グランツーリズム的な作りなので、もうちょっとタイトなレーシングカーっていう感じじゃないですね、うんうん、本当にゆったりな感じ、はい、そしてレザーがめっちゃ柔らかいですね、ハンドルとかも、はい、ナッパレザーなんですかね、わかんないですけど、うん、ちょっと薄めのすごくスベスベなレザーです。そしてこの辺一通りやっぱりついてるんですね。そうですね、はい、これ何すかモードの切り替えとか、まあ、この辺ちょっとオーディオ関係とかメニュー関係のいじるのとモードの切り替えと、はい、一通りついてて、はい、ダイヤルもついて、パドルかっこいいですねこれ。え、しかもこれちゃんと金属製じゃないですか、ちょっと冷たいけどものすごく剛性感あります、はい、右がシフトアップ、シフトアップの左がシフトダウンの固定式ですね、はい、でハンドルもこうまん丸じゃないんですね、うん、ちょっとこうなんていうかこうレーシングカーみたいな少しこう楕円になってますよね、はい、ちょっとスクエアに近いというか、うん、はい、でこの辺はどうなってるんでしょうか、はい、ウインカーとこっちにワイパーないんですね、このダイヤルでワイパー、はいはいはい、まあこの辺メルセデスと、なるほど、なんかこの辺も結構この後ちょっと見ますけどナビとかこの辺も全部メルセデスの部品が使われてるんですよね、うん、でライト周りもなんかスイッチめっちゃ豪華なんですけどこれ、はい、このな何加工って言うんでしょうけどこのローレット加工か、はい、されてて、はい、音いいっすねこれ。ボバーンっていう、はい、あまり聞き慣れない感じの、うん、でサイドも電動で、はい、でペダルは一応プラスチックですかゴムですか、これゴムか、ゴムのやつだけど縁取りが金属でちゃんと高級感ある感じですね。でこの辺のナビ板っていうかダッシュすごいですねこれ、うん、
フルレザー、そしてステッチも入ってて、で真ん中カーボンですかこれ。そうですね。え、でここもレザーじゃないですか、うん、でこうアストン伝統的なスタートストップがここで、はい、なるほど。でやっぱりちょっとメルセデス感が少し出てますけど、でも使いやすくていいですよね、うん、この辺のインターフェース関係はメルセデスのものが多分供給されてるんじゃないかなっていう、はい、でこの辺がパーキングリバースニュートラルドライブ、はい、でエアコン関係もこの辺もなんかメルセデスなディスプレイですよね、全部エアコン関係も。これなんすか、それちょっと引っ張ってみてください。え、マジっすかまさかのアームレストが電動で開きました。ちょっとこれ電動の意味があるのかどうかはちょっと謎なところですけどまあまあ別として、すごい、はい、ちゃんと高級スポーツカーな。そして途中でも止められるんですね。でドリンクホルダー的なのとコンソール的なのもついてます。すごいっすねそしてシートの調整は、はい、これもちょっとメルセデスチックな調整ですけど、ちゃんとなんかメッキ加工された、はい、スイッチ類になってます。でメモリーも3つついてて、ちょっと動かしていい。ああもう本当にシンプルな上げ下げとリクライニングぐらいなんですね、うん、はい、こう絞ったりとかっていうのはないんですね。これなんですか、この真ん中の真ん中のものがついてるんですか、これ。あ、一応これ出てくるんですか、背中の、はい、あでシートヒーターとベンチレーションもついてるんですね。ついてますね。じゃあめっちゃこうなんかすごく快適装備も充実してるんですね。なるほど、超高級 GT ですからね。すごい、めっちゃかっこいいじゃないですか。オープニングが DB11 って出てきて、あ、でもここから先はもうメルセデスなんですね。あー、もう完全メルセデスです。あー、で車はちゃんと DB11 になってるんですね。いいですね、なんかいい意味でなんかこう僕の思ってた癖の強い感じがないです。はい、で天井も全部アルカンとレザーと、はい、コンビの天井になってます。はい、でこの辺もうわ、なんかすごく高級感ありますね。すごい滑らかな、はい、シュッてこう最初と最後がこうパチッてなる感じ。へえ、でこの辺もちゃんと全部メッキになってて、でミラーはちゃんとこの縁のないやつですね。最近アウディワーゲンなんかもみんなこれですよね。そうですね。すごい、フロントのシートはこんな感じでしょうか。はい、いや全然こうちょっともっとスポーツカーかと思ったら本当に GT ですね、はい、超高級な、はい、グランドツーリングな感じです。シートもこれかっこいいですね、ちょっと特徴的な、はい、シートで。ちょっと後ろの座席も見てみたいと思います。これ後ろはちょっと乗れない感じですね。もう本当に2プラス2、はい、ちょっと一応乗ってみていいでしょうか。一応せっかくなんでちょっとどんな感じかを靴履いたままでいいですか、はい、ちょっと後ろよいしょ、後ろはこれ無理ですはい、危ない危ないこれは後ろは無理です。ちょっと子供でもちょっときついかもしれないです、ね、イメージで言うとあの911シリーズみたいな感じですかね。よりもちょっとあります、天地がない感じで。あー、まあそうですね、そうですね、うん、もっとタイトっすね。で後ろスピーカーついててもう本当に何もないです、はい、ドリンクホルダーもエアコンの吹き出しも全部がない感じですね。ただバッグとかね、荷物とかはちゃんと置けますからね。本当に最低限です、ね、はい、まあ4人乗ってどっか行くって車でもないですからね。まあそうですね、うん、はい、よいしょ、これ出られない、はい、よいしょ。完全な2シーターよりはちゃんとスペースがあるだけで違いますからね、はいはいはい、じゃあ後ろの座席はなかったことに、はいはい、荷物置きとして考えていただいた方がいいかもしれないですね。ちょっと続いてトランク見てみたいと思います。トランクはこれどっから上がるんでしょうか。あ、ここから上がるんですね、全部。まさかのこっから上がるっていう、でも意外に広く感じるんですけど、ここもすごくえぐってあって、
ゴルフバッグ1個だったらいけますかね。ワンバッグは入りますね、この間試したら、うん、なるほど。ここえぐれてる分、ドライバー入れたまま。あ、そうなんですか、うん、長物も割と入りそうですね。まあ、あとは2人で旅行行くぐらいは全然そうです、ね、はい、行けそうですね、はい、でもこうトランクこう電動で上げたり閉めたりとかはないんですね。ではないですね、はい、ここを電動する前、はい、する前にここをちょっと電動にしてほしかったですけど僕的には、意外にシンプルな、はい、トランクです、はい、なるほど、よいしょ、かっこいいな、うん、あ、でも一応あれついてるんですね、クローザーは、はい、ソフトクローズついてるんですね、トランクは、うん、なるほど、はい、続いてちょっとボンネットを見てみたいと思います。わあ、すごい、はい、ボンネットがなかなか開けられないっていう、はい、まさかのこう両側からヒーター開けるんですね。そしてこう開けるんですね、2箇所、はい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 、すごい、ね、なんかさっきグランツーリングじゃないですかって言ったのにこれもうレーシングカーじゃないですかこれ。この開き方はね、すごい、もうそしてサスペンションとか丸見えっすね、うん、もうアームとかだってもう洗車の時タイヤの裏ホイールの裏側まで洗えるじゃないですか、はい、でも自分で洗車しないですよね。そうだね、はい、いや、まあ、お好きな人はね、やりますから。ターバーもなんかすごくかっこいい感じの、でこれがメルセデス製の V8 4リッター、はい、500馬力ぐらいでしたっけ、はい、これ V8 500ちょうどぐらいでしたっけ、 510でしたっけ、そのぐらいですよね、うん、はい、まあ、スペック的にはまあ近い感じですけど、 MG と MG GTS のあたりと間ぐらい、はい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 、はい、それがちょっとアストンマーティン流にこう味付けされてる感じですね。そうですね、なので音はまたちょっと違いますけどね、はいはいはい、すごい、もうまんまレーシングカーですね、うん、で、まあ、搭載する関係でちょっとこの辺のインテークのレイアウトとか、ね、はい、変わってて、はい、エンジンのカバーもちゃんとアストンマーティンのこれ、うん、プラスチックですかね、ロゴも入ってて、はい、へえ、すごい、全部アルミじゃないですかこの辺とかも。はあ、なんか V12 よりちょっと車軽いんですよね、100キロぐらい軽いんですよね。そうですね、なので V8 の方がいいんだよなってお客様は多いですよね、はい、ああ、うん、なるほど、ちょっとこうフロントヘビーな感じなんですかね、うん、比較しちゃうと。でエンジンのやっぱり信頼性もまたちょっと違うのかもしれない。ああ、なるほどなるほどなるほど。いや、すごい、この開き方ありますだって最近見ないですよ。そしてライトは残ってこうボンネットがこう上がるんですね。そうですね。いや、すごい、すごい車です。あれ、バンテージはあれですよね、前開きますね。バンテージは前ですよね、前、うん、普通の車と同じようにですよね、うん、DB11 になるとこっちから開くんですね、うん、でワイパーもちゃんとこうこういうワイパーなんですね、こう左右にこう多分形状の、そのガラスの曲面とかの R とかとそういうこともある、合わせていくと多分結果的にこっちになったのかもしれないですけどね。あ、なるほど、ここの R もあるじゃないですか、はい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 、はい、そうするとこっちにアーム立てて、はい、こう吹こうとすると結構圧のかかり方の均等さが変わるんじゃないですか。 なんかレーシングカー的に行くともう真ん中1本ぐらいの方がちょっとレーシーだなと思ったんですけど、うん、それだとやりすぎちゃうから、ね、はいはいはい、なんかもう左右みたいになっちゃうからね。左右だとなんかトラックとかホンダ車のイメージなんですよ、ね、僕、はい、いやでもかっこいいですよ。まあまあこれはこれですごいアーチとして、ありがとうございます。でこれを閉めるときは二人がかりですね。そうですね、その方が、はい、そーっと、はい、でこれボンネットにソフトクローズがついてるってどういうことですかこれ。どういうことですか。すごい、でもこれドアはついてないんですよね。ドアはついてない、ついてないですよね、はい、ついてないです。一番開け閉めするドアについてなくて、ボンネットとトランクについてるっていう。まあでもボンネットはだってこう、あ、ボンネットじゃない、ドアはこう開け閉め困らないじゃないですか。まあ自分でできますからね。はいはい、ただボンネットってこう加減が難しくないですか。うん、だからそう考えると正解なのかもしれないです。閉め忘れとかもないですね。ハンドアみたいな。そうですね。ハンロックみたいなのもないですよね。はい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 、あ、それでもしかしたらついてるんですかね。かもしれない。いや、すごい。
すごいです。はあ。全然違うんですね、本当に。当たり前ですけど、バンテージと DB11。まあもう新しくなってますからね。いやー、かっこいいな。このボンネットの長さいいっすよね、うんうん。相当かっこいい。エンジンかけてみますか。かけてみましょう。はい。はい、はい、というわけで今回はボンドカーズ浦和よりアストンマーチン DB11 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。